皆様こんにちは。ささやき旅館の館、管理人のアクアです。1889年1月30日、その日はハプスブルグ家の長い歴史の中でも最も悲しい日になりました。この日、エリザベトと夫フランツヨゼフの唯一の息子、ルドルフ王子が愛人マリーベッツらを射殺した後、ピストル自殺を図ったのです。この前代未聞の衝撃的事件は、世にマイヤーリング事件と呼ばれています。17歳の愛人の男爵令嬢、マリーベッツらは、正統派の美人ではありませんでしたが、エキゾチックな顔立ちで、上向きの鼻、潤んだようなほのかに青い目などが、官能的な美しさを放ち、早熟で豊満な肉体の持ち主でした。一方、教養のほどは押し着せ程度で十分と言えず、知的好奇心などは持ち合わせてはおらず、彼女の興味はもっぱら化粧と競馬レースだけだったといいます。しかしマリーベッツらの心は純粋そのものでした。今日はそんなマリーベッツらとルドロフの出会いから最後までがどのようなものだったのかをお話ししたいと思います。皇太子ルドロフと男爵令嬢マリーベッツらの間の取り持ち役を果たしていたのは、ラリッシュ伯爵夫人でした。ラリッシュ伯爵夫人とは、皇后エリザベトの兄と一女優の貴賤結婚によって生まれた娘であります。普通はそういった立場では、宮廷への出入りも許されないのですが、エリザベト皇后は、姪にあたるラリッシュ伯爵夫人を宮廷に迎えて可愛がっており、ルドロフも3歳しか年の差のない彼女とは幼なじみで仲良くしていたのです。仲良くしていた理由というのは、ラリッシュ伯爵夫人は男女の橋渡しをすることで相当額のコミッションを懐に入れており、ルドロフも好みの女性をラリッシュ伯爵夫人に用立ててもらったりしていたのです。皇太子ルドロフと17歳の愛人マリーベッツラは、はじめ競馬場で正式に紹介され知り合いましたが、二人の仲はこの時急速に燃え上がったわけではありませんでした。マリーの方はかねてルドロフに憧れていただけに、紹介されると一目で夢中になりましたが、数えきれない女友達を持つルドロフの方はすぐにマリーのことは忘れてしまいました。運命の赤い糸を手繰り寄せるためにはどうしてもキューピッドが必要で、そこでマリーはラリッシュ伯爵夫人を頼りにしたのです。少女マリーがラリッシュ伯爵夫人の手引きで憧れの皇太子ルドロフとホーフブルグ宮殿であったのは1888年11月5日のことで、この日から翌年1月30日の深夜、マイヤーリングの王室狩猟別荘で心中を遂げるまでにはたった86日間でありましたが、この86日間にマリーは自分の全生涯を完全燃焼させてしまうことになるのです。皇太子ルドロフとホーフブルグ宮殿で会った時のマリーは興奮した様子で次女にささやきました。あの方は私のもの、私の言っていることがおかしいのは承知よ。まだあの方は私を知らない。でも私のものなの。私はそう感じるのよ。マリーにとってルドロフは雲の上の人でした。男爵令嬢とは言うものの、マリーの素性はいささかいかがわしいもので、マリーの母は小アジアのスミルナ出身のギリシア人銀行家の娘で、イスタンブールでトルコ駐在オーストリア帝国外交官だったビッツラ男爵と結婚しました。ビッツラ男爵はハンガリーの下級貴族だったものの、このところ急に勢いづいてきた、ある意味イケイケの新興貴族といったところでした。
慈善事業に大金を寄付したおかげで首尾よく爵位を買うことはできましたが、ウィーンの旧兵な貴族社会には受け入れられない状況でした。マリーの母はなんとかウィーン宮廷に出入りしたいという野心があったのですが、ウィーン宮廷というところは16代前から貴族であることが証明されなければ容易に出入りを許さないのです。マリーの母はなんとか娘たちを良いところに嫁がせようとあの手この手を用いました。マリーがルドロフに近づいたのももしかしたらこの母親の野心の影響もあったかもしれません。マリーが親友に宛てた手紙によると、ルドロフとマリーの関係というのは、ルドロフが思いのままにマリーの感情を操っていたようにも見受けられます。ルドロフはマリーにしきりに妻との不仲を訴え、マリーは彼には自分しかいないと信じ込むようになっていったのです。30歳の皇太子にとって、17歳の小娘など簡単に転がせます。マリーはルドルフにはもともと高級娼婦の愛人ミッツィ・カスパールがいて、彼女に先に心中を持ちかけていたことも全く知りませんでした。ルドルフは高級娼婦ミッツィ・カスパールに心中を断られて初めてマリーを心中に誘い、そしてそれをマリーが承諾して初めて彼女と寝ました。それが心中の2週間前の1月13日。マリーはその日親友に、私は女になった、と書き綴っています。マリーはルドルフと深い関係になった1月13日の運命の日から、マイヤーリングへの逃避行までの約2週間、ホーフブルグ宮殿へたびたび秘密の通路を使って忍んで入って、ルドルフと二人だけの濃密な時間を過ごしました。ルドルフからお呼びがかかると、マリーは、ルドルフが差し向けた馬車に乗って宮殿に赴くわけですが、急なお召しでマリーはゆっくり着替えをする暇もない時もありました。ある時ルドルフは悪夢に、夕べのマリーは毛皮のコートの下にナイトガウンだけの姿でやってきたぜ、と疑惑趣味で打ち明けました。一本気の純愛を貫こうとするマリーとは対照的に、ルドルフのマリーに対する接し方というのは最後まで恋愛三昧のムードでしか過ぎないものだったのです。なぜルドルフは一人で自殺せずミッツィ・カスパールやマリーを誘ったかという問いには推測の息を出ないものの、後にラリッシュ伯爵夫人がこのように答えています。皇太子は死後、神に自殺の罪に問われ、一人で弁明しなければならないことを恐れていたのではないか。神の前で愛のために死んだと証言してくれる人を連れていくために、心中を選んだ。そして、マイヤーリング行きのシナリオは、次のような段取りでスタートしました。ルドルフはラリッシュ伯爵夫人にマイヤーリング行きの計画は明かさずに、明日から 2,3 日マリーを家から連れ出して自分と行動を共にさせてもらいたいと頼み込みました。ラリッシュ伯爵夫人が返事を渋ると、ルドルフはピストルを取り出して脅しました。午前10時、ラリッシュ伯爵夫人がマリーの家、ビッツラ家にやってきて、マリーを買い物の連れに 2,3 時間借りたいと母親に告げました。それはいつものことだったため、母親は怪しむこともなく承諾し、二人は馬車に乗って家を出ました。そして一旦買い物をするため、ある店でラリッシュ伯爵夫人は馬車を降りましたが、マリーは降りませんでした。買い物を済ませたラリッシュ伯爵夫人が馬車に戻ったとき、すでにマリーはそこから失踪していたのでした。マリーは別の馬車に乗り換えて、ルドルフとの待ち合わせの場所、
レストラン赤い小屋へと向かっていったのです。そして赤い小屋で落ち合ったマリーとルドルフは、雪の山道の中、ウィーンの森のマイヤーリングの館へ、そこで死を迎えるために馬車を走らせました。マイヤーリングの館で執事はルドルフの部屋で突如続けて鳴り響いた2つの銃声に飛び起きました。すぐさま駆けつけてルドルフの部屋のドアを叩きましたが、返事がなく、ドアを開けようとしても中から鍵がかかっていて開きません。悪い予感がした執事は、その日館に滞在中だったルドルフの狩猟仲間を呼んで、共に斧でドアを打ち破りました。中に踊り込むと、ルドルフとマリーがベッドの上で血まみれになって死んでいました。そばにはピストルが落ちており、床やベッド一面に血が飛び散っています。マリーの化粧をした顔にはかすかな微笑さえ浮かんでいました。おそらくルドルフがまずはじめにマリーを銃で撃ってから、その後に自分を撃ったのでしょう。立て続けに二度銃声を聞いたという執事の証言とは矛盾しますが、彼の証言がどこまで事実かは疑わしいとされています。ルドルフは自分を撃つとき、銃を固定させるために手鏡を用いました。これは自殺者がよくやる方法なのだそうです。事件発覚後、ハプスブルグ家皇太子の心中事件という由々しき事態を隠すため、当局によって実に多くのことが隠蔽されました。皇帝が特に固執したのは、ルドルフの埋葬を自殺を認めていないカトリック式で行うことと、マリーの遺体を秘密裏に運び出すことでした。皇帝はこの出来事をマリーとの親友であることを固く隠し、ルドルフの精神錯乱による自殺であり、その時冷静な判断力が欠如していたのだという鑑定書を医師に書かせました。ルドルフは生まれながらに精神過敏といえるほど繊細な性格だったものの、病的な意味での神経障害を経験したことはありませんでした。しかし自殺直前の皇太子が精神錯乱の状態にあったと報告書に書かせたのです。もっとも当時慣習として自殺したカトリック信者の埋葬にしばしばこのやり方が使われました。自殺はキリスト教において罪悪と規定されているため、自殺者にはキリスト教徒としての埋葬が基本的に禁止されているからです。そして皇帝は聖十字架墓地の修道院長に圧力をかけ、自殺であるにもかかわらず皇太子ルドルフの埋葬を承諾させたのです。一方、宮内庁当局はマリーの遺体を現代では想像もつかないほど無神経のやり方で始末しました。宮内庁当局はまずマリーは自殺したという嘘の検視報告書を書かせました。マリーは自殺したことにしなくてはならないのは、もしマリーが他殺されたとすると、理論的にはウィーン警察が出動して犯罪捜査を実施することが必要となってきます。その結果、犯人が人もあろうに帝国皇太子となると収拾つかない事態となります。そういうわけで、この際どうあろうとマリーは自殺したことにならないとまずいわけです。それからかくて前代未聞のことが始まりました。すでに死後硬直の始まっていたマリーの遺体は、服を着せられ帽子をかぶせられ、辻馬車内の二人の叔父の間にまっすぐ座らされ、体が崩れ落ちないよう服の背中に棒が差し込まれました。こうして無理やり生きている女性が旅に出かけるという外観が作られたのです。マリーの遺体搬送の情報が漏れ、
大勢の野次馬や報道陣が押しかけて、皇太子の心中事件をめぐるスキャンダルが一気に表面化しないよう警戒したのです。そしてマイヤリングで発見された二つ目の遺体、マリーの遺体はルドルフと別個に極秘に埋葬されました。ルドルフの遺書にはマリーと一緒に埋葬するようにとあったものの、それは無視されました。その遺体の存在についてはハプスブルグ王朝が崩壊するまでは一切世間に公表されませんでした。マイヤーリングの館はというと、皇帝の命令で直ちに閉鎖され、カルメル会の女子修道院となり、二層たちの成果が時折漏れるだけの人の近づかない近所となりました。まだルドルフが埋葬されてもいないうちに、一体どうしてこんなことになってしまったのか、責任のなすりつけ合いが始まりました。まずエリザベトからしてみれば、息子ルドルフの死に最も責任があるのはラリッシュ伯爵夫人でした。皇太子に繰り返し売春婦を紹介していたのも、そしてマリーをルドルフに紹介したのもラリッシュ伯爵夫人だからです。しかしこのエリザベトの見解にはほとんど誰も賛成せず、宮廷でもウィーン市民の間でも、母として息子を十分に慈しむことのできなかったエリザベトにこそそもそもの責任があるという意見が大方でした。だから葬儀の時、人々の同情は皇帝フランツヨーゼフ一人に集まったのでした。もはや60歳に手の届こうとする皇帝フランツヨーゼフにとって、我が子の心中は合口で胸をつかれるほどの衝撃でしたが、皇帝は気丈に持ちこたえていました。ルドルフの葬式を無事済ませると、皇帝はその足で政務に戻りました。彼が少しでもうろたえた様子を見せれば、国中にそれが波及してしまうのです。皇帝の鉄のような意志は政府や国民を感動させました。皇后エリザベトも最愛の一人息子の無残な死に呆然自失となりました。もっとルドルフのそばにいてやればよかった、母親らしい愛情で包んでやればよかったと罪の意識に苛まれました。墓所の暗闇の中、ルドルフの棺に取りすがって泣き崩れるエリザベトの姿は、まさに絶望の淵に立つ哀れな女性でした。この日から後、エリザベトは黒い喪服しか着なくなりました。そして神経性の顔面筋の痙攣が始まり、これを隠すために扇子を手にするようになりました。ヨーロッパ王室切手の美女と謳われた皇后の姿が市民に見られることもこの時からなくなりました。エリザベトはこの事件の3年前には母方の親戚のルートヴィヒ2世を、3ヶ月前には実の父マクシミリアン公を亡くしていました。事件の翌年には長年の友人アンドラーシャクシャク、姉ヘレネ、母ルドビカと皇太子ルドルフの死と前後するタイミングで愛する者を次々と失っていきました。そしてただえさえうつろな人生にさらに拍車がかかり、抜け殻のようになったエリザベトはあてもない浮遊を続けることになっていくのです。本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。今日のお話を気に入っていただけたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。またチャンネル登録の横のベルマークの通知設定を押していただきますと、新しい動画がアップされた時すぐに通知が届くのでおすすめです。それではまたぜひ笹焼き女官の館へお越しくださいませ。次回の動画でお会いしましょう。